皆さんこんにちは。あなたは明日目が覚めたらモテる男になってればいいのになんてふと考えたことはありますか？もっと女性にモテたいのに何をしてもうまくいかないと困っている人はぜひ今日の動画を参考にしてください。今日の動画では何もしなくても女性からモテるようになる方法をご紹介していきます。そんな都合のいい話あるのかと疑う方もいるかもしれませんが、これから紹介するポイントに気をつけて生活していくと、あなたから女性に必死にアプローチしていかなくても自然と女性があなたに引きつけられて寄ってくるようになりますよ。では今日もお勉強を始めていきましょう。1、仕事を楽しむ。女性は楽しんで仕事をしている男性に惹かれます。というより、いやいや仕事をして毎日愚痴や誰かの悪口を言っている姿とか、会社や上司からいい評価をもらえなくて落ち込んでばかりの男性の姿を見ていてもかっこいいとはなかなか思えないんですよね。それよりは仕事にやりがいを持って取り組んで笑顔で楽しんでいるような男性の方が見ていて断然気持ちがいいですし、かっこいいと感じます。仕事をする毎日というのはみんなにとって当たり前であり、それに関しては全員平等です。だからこそあなたが仕事を楽しんでいない男ではなく仕事を楽しんでいる男になれたなら、それだけで周りよりも際立っていい男に見られるようになるのは確実です。しかも仕事というのは収入を安定させるための重要な活動です。女性は本能的に将来の心配をする生き物なので、仕事の安定をアピールするだけでもかなりモテる効果はあります。 2. 趣味を楽しむ。仕事と同じように自分の趣味の時間を大事にすることは大切です。人生は仕事だけではありません。もちろん恋愛だけでもありません。自分の好きなことをして過ごす時間を大事にしないといけません。それがストレス発散にもなるし、心にゆとりを取り戻すことにもつながりますからね。自分の自由な時間を楽しんでいる男性は切羽詰まっているようにも見えないし、笑顔も多いんです。これが結果的に女性を引きつけることにつながります。人生は気持ちの入れ具合のバランスが大切なんです。 100% 恋愛にやる気を注ぎ込んでいたら、女性からは重たいとか疲れる、必死感がやばいと思われてしまいます。かといって仕事に 100% でもバランスは良くないですよね。自然に女性が寄ってくるくらいになるためには、恋愛に 100% にならないで、やる気をきちんと趣味などにも分散させる必要があるんです。 3. 友達との時間を楽しむ。彼女や好きな人に夢中になりすぎると重たい男になってしまいます。もしあなたにとっての現状が彼女しか見えないという状態になっているなら、それは女性からすると少々暑苦しいんですね。だから友達との時間も楽しめるくらいの余裕があるとちょうどよくなります。彼女ももちろん大事なんですよ。でも友達、特に同性の友達はずっと大事にするべきです。今現在彼女がいない男性だって信頼できる男友達と過ごす時間は大切にしましょう。女性もちゃんと仲のいい友達がいるとか男友達が多いという背景に魅力を感じますよ。友達がいないという男性なら絶対に何かあるなと悪い想像をされてしまいますからね。友達がいるという女性にとっての安心要素をきちんと身につけましょう。 4. 丁寧な言葉遣いに気をつける。いくら顔がかっこよくても話し始めると途端にダメな人間性がバレるってことありますよね。女性も同じで、とても可愛いのに話し始めると育ちが悪いってバレるパターンってあります。まあ女性は少々抜けていても可愛がってもらえる場合もありますが、男性はなかなかその点は厳しいです。多くの女性は男性に賢さを求めています。女性からこの人のことをもっと知りたいと思われるためにも、興味を持たれるための入り口として丁寧な言葉で会話ができるというポイントがとても重要になってくるんです。パッと見の第一印象に自信がある男性もそうでない男性も、口を開いた瞬間の印象をしっかり整えましょう。女性にいいかもって思ってもらうための大事な入り口の部分ですからね。5. 姿勢を正す。
遠く歩いている人を見ていても、電車で座っている人を見ていても、姿勢がいい人ってひときわ目立って見えます。それはいい意味でってことですよ。特別素敵に見えるんです。女性でもヒールの靴でも綺麗に歩いている人や綺麗に座っている女性を見ると素敵って私は感動しちゃうんですけど、あなたを見た女性がこのような感覚を抱いてくれるなら、それは確実にモテることにつながっていくんですよね。姿勢がいいだけで自信があるという内面的な部分のアピールにもなります。だって自信がない人って 99% 肩が丸まって顔がうつむいて相手と目が合わせられなくなりますよね。背筋がピンとしていて相手と顔を合わせられるなら、それだけで頼りがいがあるいい印象を与えることができるんです。これは女性から魅力的だと思われる要素としてとても重要です。6、 LINE を送りすぎない。姿勢が良くて仕事をバリバリしていて友達もいて常識人に見えても LINE でがっついてしまうととてももったいないです。LINE でがっついちゃうのは不安な気持ちを胸の奥に秘めているという何よりの証拠です。だって会えていない時間まで拘束したいっていう欲の表れですからね。自分が直接捕まえておくことができないから LINE というツールを使って常に監視しているような状態。オイラインとか長文ラインとか、あとは夜中までやり取りを求める姿勢とかは女性を精神的にも体力的にも追い込むだけなんですよ。なので女性に LINE でも好かれるためには送りすぎないというのがポイントです。それに付き合う前だって送りすぎない方がもっと知りたい、もっと話したいと追いかけてくれるようになります。7、自分磨きを続ける。女性にモテるためには確実に自分磨きが必要になります。自分磨きってヘアスタイルや肌の管理、服のコーディネートや口臭の管理など様々ですけど、清潔感がありセンスよくいられる方が確実にモテるんです。ではここであなたに一つ質問です。好きな子と出会ってから自分磨きを始める男性と好きな子と出会う前から自分磨きをしている男性ではどちらがモテると思いますか？正解は後者です。もちろん自分磨きはしないよりした方がいいんですから、どちらでも素敵っていうのは変わりないんですけど、好きな子に巡り合う前から自分磨きをしている男性の方が確実に興味を持ってもらえる可能性は高くなるんですよね。だって第一印象で魅力を感じられるんですから。第一印象で男としての魅力を感じてもらえなかったら、女性は初めからあなたのことを完全に友達とかただの同僚として見てしまうかもしれません。初めから恋愛対象として認定してもらうためにも、女性をドキッとさせる魅力を普段から磨いておかないといけませんよね。8、相手のいいところを見つける。女性は褒められると気分が良くなります。だからモテたければ相手を褒めることをするといいんです。でも褒められる部分を見つけるのが大変。どうやって褒めたらいいの？と悩む人も多いかもしれませんね。だから普段から相手のいいところを見つける訓練をしてみましょう。相手は家族でも男性でもご近所さんでも誰でもいいから、いいところを見る訓練をしましょう。相手に文句をつけることが癖になっている人って結構多いんです。自分のことは言い訳をつけて多めに見るくせに他人にはすごい厳しい人。そういうのって癖になっているからしっかり自覚して意識しないと直せませんよ。でもそれが直せて他人のいいところを見つけられるようになれば、当然女性に対しても褒める部分がたくさん見つけられるようになります。モテるために必死に褒め言葉を絞り出す必要もなく、自然と褒めることができて自然と女性を喜ばせることができるようになるんですね。本当に思っていることを言えないと女性にも結局バレますから、本気でいいところ探しをぜひしてみてください。以上、何もしなくても女性からモテまくる方法についてご紹介しました。細かいポイントを8つ解説してきましたが、いかがでしたか？8つもありましたけど、総合的なポイントとして忘れないでもらいたいのは、恋愛に夢中になりすぎてはダメってことと、自分に自信を持つことが大切ってことだと私は考えます。この最大のポイントを忘れないで日々を生きていれば、
恋愛が疲れるものだと感じにくくなるし、恋愛よりも大切なものだって見つけられるかもしれません。そして気づいたらモテてるっていう夢のような展開を迎えることができるんです。ただ恋愛はタイミングも重要ですから、いくら頑張っていてもうまくいかないこともあります。どうしようもないことも恋愛にはつきものだって一応心には留めておいてくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。